17日になるんですが、警察庁がね、新型インフルエンザ発生時の警察官の出動体制とか交通規制とかね、そういったあたりの行動計画をまとめて発表しました。でだいぶなんかね、本格的になってきたなみたいな、そういった答えがあると思うんですけれども、宮田さんはインフルエンザなんか、そうですね、今年に入ってからね、ロンドン市なんかで、やっぱ政治家、あるいは自治体の主張がね、ずいぶん、まあ、石原慎太郎氏なんかも含めてね、この話題を真剣に扱うようになってきているので、まあ、政治がこれだけ動いていれば、当然のことだから、まあ、急速に対策が進むんだろうなというふうに思うんですが、実は難しいですよね、鳥インフルエンザって、なんで鳥インフルエンザって言うんだろうってね、鳥インフルエンザって言いながら人にかかってるじゃないかってね、でそれが人型のインフルエンザになるっていうのはどういうことなんだろうとかって結構基本的なことがよくわからないですね。ないですね。でまあそういうまあ知識も補いたいと思うんですが、まずなんでそんな対策を行う必要があるかってことなんだけれども、例えばねこんなフリップを作ってもらったんですよ。で新型インフルエンザの被害想定なんですけれども、これ国連の05年の発表らしいんですが、最大でね1億5000万人が死ぬんではないかと、まあ、そんな数字が出てますね。で経済的な損失も最大でまあマイナス2兆ドルぐらいの、ね、損失があるんじゃないかという、これは世銀なんですけどね、そんな発表もあります。で日本の場合にもね、3200万人が感染するんじゃないかというふうに、厚生労働省は最悪のシナリオとして、ね、言ってますし、そのうち64万人が、ね、死亡するんじゃないかというふうに言ってます。で経済的損失はマイナス20兆円というね、まあ、そんな数字も、出ております。武田さんね、こういう数字ってよくわからないですね、今後がね、なんかスペイン風邪を、ね、ベースにして計算したとかって言われていますけどね、まあ、スペイン風邪は何せ、ね、20世紀の初めの頃の、まあ、流行ですし、当然そのトランスポーテーション交通とかですね、いろんな状況が今とは、まあ、社会的なインフラを含めて違いますしね。でそれがインフルエンザにとって、まあ、つまりインフルエンザの流行にとっていい方向に変化してきているのか、我々の社会がね悪い方向に変化しているのか、それも含めてですね、うこういう数字ってどれをそれを勘案しているのかわからないですよね。でまさにこの統計の読み方も含めてね、インフルエンザとは何かっていうのはちょっと基本のところから ね考え始めて、やっぱりかなり議論するの難しいテーマだと思うんですが、我々は幸いね結構時間かけて議論ができますので、あえてこうね簡単な結論に陥らないでインフルエンザ問題をもう一回考えてみようという、そういうふうに思ってます。でゲストはですね、感染症対策の専門家で、長崎大学教授の山本太郎さんにお越しいただいてます。山本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でですね、ちょっと早速お伺いしたいんですけれども、まず鳥インフルエンザですよね。で、この言葉すごく、まあ、一人歩きしているところもあるように思うんですけれども、鳥インフルエンザなんで鳥なのになんで怖いのかと、そのあたりの話からね、ちょっとお伺いできませんでしょうかね。まずインフルエンザ、究極的な宿主は鳥なんです。鳥ではずっと長い間こう感染が起こってるんですけれども、それがある変異を起こすと人に来ると。宿主っていうのはウイルスをこう何宿らせてる、宿らせてる、そういう意味の宿主ですね。はい、で、こうある変異を起こすと人に来る。で人に来た場合に人はその鳥のインフルエンザに対して免疫を持ってない。一気に感染が世界中に広がる。これが第一点ですね。第2点目といたしましては、現在この鳥インフルエンザと言われるものが人に来た場合に致死率が極めて高いと、致死率が 50% を超える致死率を示していますね。で、そうした高い致死率を持つものが世界中に広がる可能性がある、この2点によって、鳥インフルエンザは現在非常に恐れられているということなんだと思います。なんかタイプが ABC とかあるんですか？インフルエンザはそうですね、そのものに A 型、B 型、C 型というタイプがあって、それは人とか鳥とか関係なし、インフルエンザ全般として、はい、そうですね、はい、で C 型はその散発的な流行を起こすんですけれども、その散発的なこう感染を起こすんですけれども流行を起こさない、B 型は季節性の流行を起こすんですけれども、世界的な流行は起こさない、世界的な流行を起こすという意味では A 型インフルエンザというのは非常に重要になってきていると思います。どうして A 型だけ世界的流行を起こすのか、それは人への適応の度合いが A 型が高いということになると思いますね。
でその世界的流行ということをパンデミックっていうふうな言葉で言うみたいですよね。はい、で、でこのパンデミックっていうのも割と、まあ、最近はね新聞とかでよく見るようになってきましたけども、ちょっとやっぱ目新しい言葉だと思いますので、少しご説明いただけませんでしょうか、ね。そうですね。その流行を表す言葉に3つの言葉がございます。エンデミック、エピデミック、でパンデミック、うん。エンデミック、日本では風土病とかと言われたりもします。うん、それはその地域に、深く根付いた感染症をエンデミックと。で、エピデミックと言いますのは、ある時にポンと感染、流行が起こると。例えばコレラが日本でポンと流行を起こす、あるいはアフリカのある国でポンと流行を起こす、これをエピデミックと言います。そうした流行がある国、地域だけではなくて世界中に広がった場合、これをパンデミックと。インフルエンザ、特にその新型インフルエンザが、人社会に入ってきた場合には確実に世界中に広がるだろうという意味で、現在パンデミックという言葉が使われ始めているようです。で過去に何回かね、そういうパンデミック的になったことがありますよね。はい、でこういうフリップをちょっと